ここが立ててくれた。ありがとう。和歌山市加田にある旧家村紀州加田、紀淡海峡の絶景が広がるこちらで夏休みキャンプを楽しむ番組キャンプアンバサダーのオレンジ山本マネージャー家族。旧家村紀州加田から車でおよそ2分、緑の木々に囲まれた紀州加田オートキャンプ場を舞台に今回もお送りします。今回使用するテントはスノーピークのランドロック。大人2人子供3人が横並びで寝られるインナーテントのベッドルームや広々としたリビングスペースがあるので家族で快適なキャンプライフを楽しむことができます。ひとりちゃん、こういうお父さん どうですか。でもキャンプの時すっごいいろんなこと知ってて、ほんでめっちゃ役立つ。やかもしれんお前は。しおりちゃん、ええよ、ナイスコメント。パパ役立つよね。そして完成したテントにやってきたのは竹と坊ちゃま。パパ、はいはい、完璧やな。ありがとう。そうやな、完璧やな。よいしょ、はい、できたよ。完璧やな。サンキュー、完璧やろ。完璧やろ、竹と。すごい。はい、おいで。セットが完成。はい、完成です。さすがキャンプの達人、パパは役立つね。そして役立つといえばこの時期の必需品。まあ、テントとあったらやっぱりね、ライオンケミカルさんの厚布と、アウトドア専用、これも最高に効くんで、この太さがねめちゃめちゃいいんですよ。僕も使ってますけど、家でも使えますし、アウトドア着ても使えますし、必需品ですね。あともうお約束のワンプッシュ空間ガード、もうテント立てた時点からプッシュで、今現状寝床はまだ作ってません、狭くなるんで。で、寝床作ったらまたこれ中でプッシュしていただければ効きます、ね、ぜひおすすめです。たけちゃんがね、車中台塗っといた。そうか。ありがとう。ということで今回も5人の愉快な夏休みキャンプスタイル始めるよ。テントができたのでキャンプ場に隣接する芝生広場でパパと遊ぶ3人。普段仕事で忙しく、なかなかパパとこうして遊べない子供たちも楽しそう。こうした何気ない時間も子供たちが大人になった時、きっと素敵な思い出になってるんでしょうね。そして遊んだ後は絶景の温泉で汗を流せるのがこのキャンプ場の魅力の一つ。中でも露天風呂は目の前に広がる海とお湯が一体化するインフィニティ風呂として大人気。至福の時間が待ってます。西側なんで、夕方夕日すごい綺麗に晴れた日は見えるみたいですし、あと夜9時までお風呂やってるっていうことなんで、まあ夕食食べてからお風呂ね入りに来ていただいて、まあ多分絶景が夜景が見れると思うんで、奥にもね淡路島も見えてますし、多分洲本の町も近いんで明かりが見えると思うんで、あと船の明かりですよね、まあ、その辺も見ながら風情豊かな風光明媚な景色を、昼もいいですけど夜も多分すごい綺麗と思うんで、ぜひ入ってみてください。最高。うん、あ、トンビや。うわ、トビさん、竹と食べに来たんちゃうか。おっぱい隠しとかい。すごいな、トンビさん。大空と輝く海、目の前に広がるパノラマの絶景に溶け込んだ開放感、そんな露天風呂で過ごす父と息子のかけがえのない時間、嬉しそうなパパの顔が印象的ですよね。さあ、一風呂浴びてそろそろお腹も減ってきたところで、次はキャンプ飯の時間です。次女のしおりちゃんはママの代わりにお米を研ぎます。
おー、いい手つきやね。しっかりとお米とげてますね。ところで今日のキャンプ飯メニューはなーに？すき焼きらしいです。はい、一応ここまで下準備はできてるんで、あと肉入れて、はい、もう簡単に割り下入れて出来上がりです。はい、あのね、家族がいるご家庭でね、料理凝るとね大変なんで、簡単なんで、はい、やっていただければ。キャンプですき焼きっていいですね。洗い物も少ないし、油で食器がギトギトにもならへんし、これはぜひファミリーキャンプでのおすすめのメニューです。第1弾。それ人それぞれやと思いますけど、うちはもう子供が食べれて手軽で簡単にっていうのが、だから結構冷凍物をな対応する時もあるし、うん、そうそう、もう冷凍のチャーハン持ってくる時とかも、うん、今日もそうしようかって言ったけど、ちょっと絵面的にどうなんっていうのがあったんで、はい、ご飯は炊いてみました。はい、まあ、言うたらシンプルでみんながお腹いっぱいになれるもの。それでいいと思います、いいと思います。だから食事をメインでちゃんとがっつり作るっていうんだったら、それにちゃんと時間を当て込んだスケジュールを立てればいいと思いますし、まあ、で今回ロケでいろいろと遊ばしてもらってるんで、まあ、晩ご飯作る時間っていうのがねやっぱ少ないんで。ただ肉を焼くっていうのは芸がないんで、それはお家でバーベキューで全然できるじゃないですか。なんかキャンプイコール肉焼くでも炭を起こす起こされへんとか、いろいろね、やっぱり火加減であったり暗い中でやるときに分かれへんとかなるんで、だったらお家でいつも作ってる料理を仕込んでくるなり途中で買い出しして作ってもらう方が多分いいかなと思います。同じ料理でも外にね出るだけで全然味が違うと思うんで。お腹減ってもう限界。子供たちのそんな心の声が聞こえてきたので、この後いただきます。まずは炊きたてツヤツヤのご飯、そしていい香りが食欲をそそるすき焼き。お待ちかねの夕食タイム、しっかり食べてね。まだ寝ようとしてよ。タケとか言ってくれよ。今日のメニューは何ですか？すき焼きとご飯。以上です。十分でございます。はい、はい、いただきます。肉とご飯最高じゃないですか。ご飯うまいことできてる。ご飯めっちゃ上手に食べてるんだ。テキテキ。あ、美味しそう。テリテリじゃない。ええ感じ。一瞬でなくなっちゃった。ほんま一瞬でなくなったやん。これどういう文字かなしたい。いや、お米からすき焼き見せて。すき焼き、ご飯いい感じ。めっちゃ美味しい。美味しいだけ。すき焼きやって、すき焼き見せてよ。またご飯食べてる。あ、しいたけいらんのか。あれ、すき焼きは食べるわ。食べたしいたけ美味しかった。豆腐は、あ、来た来た。美味しいな。ご飯食べて。いやー、それにしてもみんな食欲旺盛、すごい食べっぷり。第1弾のすき焼きは一瞬で食べ尽くして、新たにママが追加ですき焼きを用意します。ほんまよう食べんな。すき焼きができるまでの間、ちょっとした腹ごなし、食べて遊んでまた食べて、これぞ夏休みキャンプの醍醐味やね。はい、ってことですき焼きできたよ。おーっと、今度はうどんも入ってるやん。グツグツ煮込んで味が染みてめっちゃ美味しそう。あ、うどんだ。はい、どうぞ。よし。いや、僕も食べたなってきた。いやー、美味しそう。うん、うどんプリーズ。肉たっぷりで。肉もあかん。めっちゃ美味しい。すき焼きに入れるうどんってなんでこんなうまいんやろうね。食べてへんけど、わかるわもう。さあ、感想を言うてもらおうか。うん、歯ごたえがある。うどんの感想、まさかの。なんか今日みんなめっちゃ食べますね。めっちゃ食べるな、びっくり。そんだけ美味しいってことですよね。幸せな家族団らん風景、いやー、ごちそうさまです。ええ番組やん。自然いっぱいのキャンプ場で食べるキャンプ飯、普段の家で囲む食卓とはまた違って、ゆっ
くりと食事を楽しんだファミリー。お休み前にこの日の締め、花火タイム。花火を見つめる子供たちの瞳、そこにはこの夏家族で過ごしたいろいろなキャンプシーンも映っているような気がします。大好きなパパやママ、そして兄弟姉妹との夏の思い出が今年もまた増えました。僕も小学校の頃、父親の田舎に夏よく帰ってたんですけど、道がねまだアスファルトじゃなかったんですよ。それぐらい田舎で街灯も全然なくて、夜になって空を見上げたら満天の星空、あとね流れ星もよう見えたんですよ。そや最近空全然見てへんわ。皆さんも夜空見上げてくださいね。僕も今日見よっと。そんなん言うてる場合ちゃうわ。エンディングコメント言わな。それでは次回もこの続き、家族で過ごす夏キャンプをお送りします。お楽しみに。